これはいつかの未来のある島国の話。世界は異能を宿し、高度に発達した新人類軍セプティマホルダーに支配されていた。わずかに残った異能を持たない旧人類はマイナーズと呼ばれ、人類進化推進機構スメラギによって見つかり次第殺処分される運命にあった。ここもだいぶ荒れ果ててるね。それでも比較的マシコは、今まで見てきた場所よりかは。スメラギが管理する都市はあんなにきらびやかなもんね。ここにも生き残った人いるのかな。ねえアキラ君、敵だ。え、本当だ。セプティマの反応多数、熱源反応もあるし、スメラギの一般のホルダーはスメラギの管理区画から出たりはしない。こんな場所にいるのスメラギの特殊部隊ぐらいなのか。どうする、アキラ君。知れたことだ。行くぞ、ロロ。オーケー、ミッション開始だね。Thank you.
その姿、お前がイクス、マイナーズどもの希望を語る我らスメラギの旧敵か。他の者が俺をどう呼んでいるかなど知らんな。それよりも教えてもらおうか、バタフライエフェクトの所在を。待って、アキラ君、こいつのセプティマ反応ただものじゃないよ。変身してないのに抑制し以上だ。関係ない。我が名はブレイド、大いなるスメラギの意志に基づき行くぞ。ダン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 、甘いヘア。その程度か、イクス。その首落とさせてもらうぞ。レッセよ。そんな、カゲロウを無効化するなんて。とどめだ。あ、アキラ君。何、煙幕。今だよ、早く、こっちに。いいから早く。行くぞ、ロロ。ちょっと待ってよ。今の子、仲間が潜んでいたか。だがまだ遠くにはこの気持ちの悪さはタイムリミットか。初めてなんで、金二人だけじゃ不安なんで、僕も見てきますね。琥珀さん、ここの案内は頼みましたよ。おいさ、任された。イクスさんだって。アキラ君、なんか変な感じだね。それにしても白き鋼鉄のイクスか、あの噂ここまで広まってたんだね。うん、闇ネットの書き込みで見たことあるよ。真っ白な鋼鉄鎧をまとってイクスマークを敵に刻み込む。希望の歌姫ロロを引き連れてマイナーズたちを助け歩く、私たちの希望。いや、希望の歌姫だなんて照れるな。誰が吹聴しているのかは知らないが、俺はそこまで大層なものじゃない。そうかな。さっきの戦闘だってスメラギのセプティマホルダーたち相手に一歩も引かなかった。そんなこと大
大人にだって無理だよ。だからきっとあなたは私たちマイナーズの希望。少なくとも私は勝手に思われても迷惑だが、大人か姿が見えないが、ここ昔はもっといたんだけど、みんなスメラギに殺されちゃった。生き残ったのは私たちだけ。ヒョウタたちもああして明るく振る舞ってるけど、いつスメラギに殺されるか本当は不安でいっぱいなんだよ。だからそのずうずうしいかもしれないけど、できれば私たちと一緒にいてもらえたらな、なんて。そうか、この場所は連中にも見つかっていないんだな。うん、今のところはだけど。活動拠点を提供してくれるなら、その間はお前たちを助ける。それでどうだ。何かして欲しいことがあったら言え。できる限りのことなら聞いてやる。うん、ありがとう、アキラくん、ロロちゃん。いやいや、どういたしましてだよ。アキラくんか。これからよろしくね。自分の家だと思ってくつろいでいいから。